晴れてよかったですね。そうですね、めっちゃ青いじゃないですか。今日のテーマはこちらです。いやー、なんかどうでしょうっぽいですね。はい、あの人たちの力はトーク力がないところですね。そうですね。大分といえば何ですか。あの鳥天ですね。あ、鳥天、はい、確かに。あとは地獄プリンですかね。地獄プリンってのがあるんですか。はい、へー、カボスですかね、今出てきました。あ、カボス、はい、なんか団子汁みたいなのでしたっけ。あ、ありますね。ありますよね、はい、なんとか汁みたいなやつ、はい、医学部の食堂にはあるんじゃないですかね。あるかもしれないですね、大分らしいものが、はい、というかもう今から1時間40分ということはもう1時着くのは1時2時ぐらいですかね。1時2時はきついな。いや、空が綺麗。綺麗ですね。いや、これはすごいな。どこまで VTR を使うのかどうかわからないですけど。確かに。ここの綺麗さはなんかこう伝えたいですね。はい、あれが由布岳。はい、なんかゴルフ場みたいなのがあるんですけどね。ゴルフ場じゃないんですよ。あ、違うんですか。ああいうものなんです。ああいうものなんですね。ゴルフ場じゃない、デフォルトが。はい、デフォルトなんです。草原みたいな感じで。あ、そういう感じなんですね、はい、いや、完全にゴルフ場の色だと思いましたね。確かに。でもなんであの色なのかを僕も知らないですけど。ストリート講義ですか、これは。Google 先生の焼くのは焼くんですけど、あんな広範囲で焼かないと思うんで。焼く、焼いてあなったんですか、はい、いや、わかんないですね。なんかその由布岳で野焼きをするのはするんですけど、毎年誰もなんかそういう疑問は持ってないみたいですね。あ、そうですか。今のところ由布岳緑理由で調べてるんですけど、出てこないですね。 あ、そうですか。由布岳野焼きとかじゃ出てこないですか。野焼き、はい、いや、これからの時代はどういうワードで調べるかっていう、そういう語彙もいりますね。そうですね。由布岳緑理由は確かに検索しないわ。あ、野焼き草原出てきましたよ。春呼ぶ名山の火祭り。それです、それです。由布岳はビンゴ富士とも呼ばれ、大分県の代表的な名山。ただ、杉田の富士山と同じく独立地方ではあるが、この新潟の長野で所定を築き、山陽であらっている九州山群や隣の鶴見岳などとともに、この新潟の金城火山である。はい、全くわからん。東西2つの頂を持つ総司峰で、双子の耳の方って書きますね。多分、あの、おっぱい型ってことですよね。多分。民間の地から青と2つの耳が両方ある。ビンゴ国があった大分市からだと、東の方の頂が平らに見え、地上は秩序が富士山型に臨まれる。古く、ビンゴ富士には水、峰峰と記され。これ僕らが知りたい情報じゃないですよね。情報の取捨選択大事。そしてこの南嶺草原の先春の名物が野焼きである。野焼きは冬に枯れた草を焼き払い、春に立派な若川を得て良質の草を育て、草原を維持再生させるのが目的、同時に枯れ草についたダニなどの害虫をも退治する。大分県内では九十公園や飯田公園、また由布岳近くでは十文字原などの野焼きが知られ、別府市街地から望まれる。大分山の火入れは観光資源ともなっている。大分県中部草原地帯の大規模な野焼きはまさに火の祭りとも言えるだろう。美しい草原が維持されているが、この野焼きがあればこそ、そこには人の自然の調整のありがたさに伺いよう。まとめ方がめっちゃ綺麗ですね。要は手が加えられてる人工的なものなんですね、ある意味。そうですね、あの緑が。はい、焼くことでこんなに青くなるとなかなか不思議な感じがしますね。チャンネル登録はこちら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 。